皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの入澄です。よろししくお願いいたします、えー、とちょうどですね、あの結構その今、理由が海外の大学の留学とかの話と同時にですね、あの海外に今いる高校生とかが、日本の,その大学、東大とか早慶とかですね、 を帰国子女受験とか栄養受験で受けたいんだけどという、まあ、そのサポートしてほしい指導してほしいというご依頼がまあ非常にたくさん来ていてで、まあ、我々としてもこの学部がいいですよこの学校がいいですよみたいな話はいろいろとさせていただいてい,てあの、まあ、いろんな大学いろんな学部あるのでそれこそ皆さんの、ね、本当にやりたいことができる学校それから学部選んでいただければいいと思うんですが。 まあ、アルファとしてあの、まあ、お勧めする日本の大学でしかも、まあ、そのいつも言ってますけどもグローバルこれからのもう時代はグローバル ×IT グローバル ×IT この2つがあのしっかりとですね身につくところだけを我々は推奨しているのであのそういうところにあの、ね、フォーカスを当ててあのご紹介していきたいと思いますでこれからあのいくつかですね あのここの大学とかこ,この学部はいいよっていうのはご紹介していくのでぜひ、えーまあ、お子様も高校生とかの方もあと保護者の方もですね結構見ていただいているのであのぜひご参考いただければと思います。で今日の、あのー、ご紹介したいのは慶王の SFC 湘南藤沢ですね。で、えー、そちらの特に環境情報学部っていうのが、まあ、グローバル。 かける IT というところで非常にですねあの IT 分野においては活躍している方も非常に多いのであのこれからどん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 注目されるプログラムになってくるかなと思いますのであのこれからのまさにですねあの大注目ここからものすごいさらに価値が光ってくるだろう入りにくくなってくるだろうというふうに思われるですねところのご紹介です。でその KOSFC はまだ あのこれからですねまだまだ出願が受け付けていますのであの受かる合格するチャンスありますしアルファでも合格実績たくさんありますので。 あのぜひ興味のある人はですね、すぐにアルファにですね、アルファのサイトから無料相談を入れていただければと思います。あの保護者の方はからも結構多いですし、あとそれこそ高校生とかですね、そういう方からもあのご連絡多いので、あの気軽にご連絡いただければと思います。では、あの簡単にですね、KOSFC の,あの、まあ、出願の、これからの出願のですね、 情報についてエミさんの方から解説していただきたいと思います。エミさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。アルファアドバイザーズの坂下と申します。では、KOSFC のですね、まあ、ちょっとトピックから今日はお話していきたいと思います。あとは出願スケジュールとですね、入住さんに出願に必要なこととかやるべきこととかいうことを少しお話ししていただこうと思います。まず最初ですね。 えー、一番結構大きなトピック、受験生の皆様にもとっても影響が大きいトピックがあります。KOSFC AO 募集人数3倍に増加ということで、えー、と2020年度の入試ですねからこの人数が大幅に増加しています、はいで。まず1つ目、ですね、えー、そもそも KOSFC には2つの学部があります。環境情報学学部部とと総合政策学部と というこ,とでこちらに書いてあるようにえ全体が375人いますと、同学年ですね。で、50名だったんです、今まで。栄養受験の募集人数が50名、それが150名に増えましたということです。で、総合政策の方もちょっとこれ、黄色の,あのライト消えてますけれども、50名から150名に増えたということです。で、その分、この残りの部分ですね、一般受験の枠が減りましたよということです。はい でえ次にスケジュールについてご紹介しますけれども、この慶応の SFC の栄養受験というのは、あの年に4回チャンスがあるんですね。で、1、2、3、4とあります。でも今年はこの20年の夏叡王という、丸1、20年夏 AO というのはですね、まあ、ちょっと終わっちゃってるんですけれども、今年度だけでもあと3回受験のチャンスがあるということです。 ちょっと数字がいっぱいごちゃごちゃ書いてあるので、1つずつ簡単に見ていきたいと思います。でこのまずです、ねえー、丸1、まあ、丸2からでいいかな、丸2 2020年の秋の栄養、これは2021年の4月または9月入学です。でこれ、どの段階で受けてもそうなんですけれども、2021年の4月か9月入学、どちらか選べるという形になっています。 で出願期間が、えー、2020年の9月10日から10月14日ということで、アルファでもあのまさに準備されている方はです、ねあの、結構大詰めをもう迎えていて、えー、最後の詰めで、りすみさんからです、ね、ガンガン添削とかフィードバックをされて頑張っているという感じになっています。 でそれから、えー、次、ですねこの冬に、丸三20年冬、ギガっていうのも、これも同じく2021年の4月、9月入学が選べると。で出願締め切りとしては、2020年の、ま、年末から2月上旬、これは、えー、9月の下旬に、ま、正式な募集要項が出されるので、例年このぐらいっていうのを今、出してます。でこのギガっていう丸三番ですね、これはちょっと特徴的なプログラムで、あの全部英語です。 その出願も英語だし、入ってからの授業も英語。なので、メイン海外の高校生が対象です。ただ、国内の受験生も SAT とか ILTOFL、e、とかを受けると受けられるという要項になっています。で4つ目ですね。4つ目は21年の春の栄養入試です。でこちらはちょっとこの上の2、3と。 入学時期が一タームずれて2021年の9月入学または2022年の4月入学というのは選べますこちらも正式な募集要項出てないんですけれどだいたい2021年の6月上旬が出願の締め切りという風うになっています なので、まあ、まとめるとですね、今から皆さんが、えー、今年受験生の方が受けられるのとしてはあと、まあ、3回ですね、チャンスがあります。で、えー、再受験もあのできるので、はい、この3回チャンスがありますよということです。で、えっ、ー、と、入住さん何か出願のところでコメントありますでしょうかはい、ありがとうございます。あのまさに、えー、ちょっと1個前の ところ戻ってていいただいてその環境情報の,この栄養枠がまあ3倍になっているというのがまあやはりあの特徴的だと思います。でやはりそれだけまあ一切を集めてまあグローバル人材を集めようというのがまあこの学校の特徴、方向性だと思います。で特に環境情報はあの IT ・情報通信系に非常に強みがあるので。 あのそうこれから本当にあ引く手あまたになってくると思います。簡単にちょっとウェブサイト出ますかね。はい、こちらですね。これがまあ総合政策 学部環境情報学部と2個あるうちの環境情報学部の中でも特にその、まあ、IT とかそういったところを扱っているような分野ですねそののいろいろあるんですけどもでこれは環境情報のインターネットシステム先端情報システムちょっと下行ってもらっていいですかまあこれ皆さんねあの見ていただいてそれぞれでこういうふうにインターネットシステム基盤ソフトウェア それから下行っていただいて、ユビキタス、ユたキタス情報システム、知識情報システム。というところがですね、で、その他研究分野って、まあありますけれども、で、この講義内容を調べますってちょっと言ってもらってもいいですか。本当にあの、多種多様なんです。これ、これですね、なかなかこの左のところ、 で環境情報系そうそうそう、そことかね。もうすごいたくさんあるんですよで。ちょっと下行ってもらって。環境情報系。あ、この辺とかね。デー,タデータ解析とか、そう,そう,そう情報とか。これ、あの、ねあのー、まあ簡単に言うと、アルファでどこまでやってるかっていうと、もうこれで、そのどのクラスを、 どの授業を取りたいかっていう4年分のですねその勉強スケジュールまでかっちり組み立てますからね我々はそしたら自分がそのなんでその環境情報で学びたいのかっていうのはすごい明確になるわけですだからそのエッセイもそうですし、まあ、動画とかもありますしレコメンデーションとかもあったりするのでいろいろこの SFC のですね まあ出願の、まあ、準備というのは非常に骨折りで大変なんですけれどもやはりその皆さんが本当にやりたいことっていうのがあってでそれに向かっていくためにこういう知識こういう経験こういうそのネットワークが必要なんだというところのロジックをきっちりともう丁寧に組み上げていく作業なんですよね。でもうこれだけの,です、ね、そのプログラムがあって でそれがそのどうやったらその自分の長期的なゴールにその結びつくのかというところをちゃんと考えないといけないんであの本当に、ね、SFC とか受かる人たちって徹底的にそこを組み込んでるんですねだから妥協なくその一つ一つの出願書類エッセイもそうですしそれこそサプレメンタルマテリアルもあるし動画もあるし 全てがすごいクオリティでそで仕上げられてないとまず受からない。適当に何か書いてエッセイ書いて出すだけだともう絶対に受からないところなんですね。だからまあそれこそあの非常にあのグローバルでしかもまあ交換留学とかもすごい行けますしいろんなところにかつ情報系だしあの本当にこれからのこれから大注目のですねまあまあ本当に引く手あまたの あの学部になってくると思いますけれどもあのできるだけ今当然その高校3年生とかですねこれからまあ日本に戻ってきて栄養とか帰国子女受験しようという方とかはもちろんサポートできますしあとまあ慶応の SFC 環境情報を入りたいっていう、まあ、総合政策でも全然いいと思いますけどまあ中に入ったらいろんなねあ,のあまり学部問わずその取れるので科目がですね なので、あのまあ、こういうスケジュールですし、今、高校2年生とか1年生の方も、ですね早めにアルファに来て、ですねあのどういうストーリーラインで、どういうふうなです、ね、ことを今から準備してやるか、あと SAT とかネ、ね、ットフルとか ILTS とかもあるんで、そういうところ、まあギガにするのか、AO にするのか、いつのタイミングで出すのか、等々ですね、いろいろと相談していただければ、本当に早めの準備。 がやはりそういうこの素晴らしい大学学部へのですね合格の決め手になりますのであのぜひあのもう本当にこれからこの慶応、まあの SFC 特に環境情報をやっている人たちは、まあ、これから本当企業に引く手あまただなっていう感じがします。もう急激になんか IT 系人材の募集増えましたもんね就活でもね。そうですね。IT 部門ではなくても 結構プロググラミンあとなんかああいうマッキンゼとか BCG とかでもなんかデジタルマッキンゼとかね。<laughs> そうですね。あとゴールドマンもあれは IT 部門だったがねもうなんか Python の,のなんか公衆イベントみたいなの確かやってましたよね。そうだからもうねもうとにかく躍起になって企業がこれからまあ今から、まあ、やっぱりこのコロナ禍でもう IT だっていうことになってですね、うん、なってるので。 まああもうあのこういうベースをしっかり学んできたですねもうなんか経済学部とかっていう時代は終わった気がしますね、はっきり言って。<laughs> なんかね <laughs> あのよくお話伺いますけど、ね、あの大きい汗まねの会社に入られた方も。あ資,産資産運用の会社ね。今まではなんか経済学部とかが行くところだったんです、小学部とかが。経済学部がねこう花形っていうか <laughs> でも実際そういう資産運用の会社の蓋開けてみるとほとんど IT 人材だったっていうねうん今それこそゴールドマンサックスとかああいう投資銀行とかでももうトレーダーなんてほとんどそれこそ ITAI 人材ですからね、うん、もうだからいわゆる経済学部小学部の人にをやめて取るのそれこそコンピューターサイエンスデータサイエンスの人たちを大量に取っててうーん このの前ねあのちょうどその今コンサルやってる人かな、はい、それでこれから大学院でアメリカのコンピューターサイエンスに行きたいっていう人がいて、うん、でその人はアメリカにちょっと駐在してたんですよねでまあちょっとその,あの山毛があってもうアメリカで就職しちゃおうと思って就職活動したらしいんですけど、はい、彼は経済学部卒だったんですけど全然仕事がなかった えー、もうテック人材じゃないとそう,そうそうもうコンピューターサイエンスデータサイエンスはすっごい逆にたくさんあるへ<ー>でそれを場の当たりにしてあもうダメだとこれはコンピューターサイエンスとかデータサイエンス持ってないと勝負にならないなって思ったから日本に帰ってきてアルファさんにお願いして、はい、ちょっとコンピューターサイエンスの大学院に行こうと思ってでものすごいもうリストを作ってきてその候補の学校の。 へだからもう完全にそっちに振られてるんですよね。多分アメリカの、うん、アメリカのトレンドってちょっと時を経て日本に来るじゃないですか。そう,そうそうそう。だから日本はまだまだまだ,、ね、まだ経済学部とか <AI> まだ小学部とか言ってるんですよ、<laughs> <多>分。<laughs> まだ。 まだ若干いけるけどそう。多分ね、これを聞いた人は、おいおいみたいな、そうは言ってもまだ経済学部、慶応経済、早稲田政経だろって、東大経済だろって思ってる人いると思うんですけど、はい、もうその時代は終わりました。<laughs> 残念ながら。もう間違いなくうも文系ですからね、どちらかといえば。そうなの。でね、その、KOSFC のいいところは、 あのいきなり例えば慶応の今度また紹介しますけど慶応の理工学部とかね早稲田の理工学部の情報系もあるんですけど、うん、いきなり理系でもないなっていう人がいけるんですよ。あなるほど。だからいきなり理系はちょっとしんどいけど SFC で IT やってるうちに理系になっていくっていう変化なんですよね。うん、だから文系人材の人でも全然 SFC に入ってその IT とかを学んでいく中でどんどんそっちに行く。 それで例えばそのまま大学院とかはスタンフォードとかコロンビアのねコンピューターサイエンスとかデータサイエンス行っちゃえば完璧じゃないですか確かに慶応の理工とか早稲田の理工だとそもそも入り口のところで物理とかありますからねそうなのそうなの,あの帰国子女でもそうなのそうなのだからやっぱりそういうようなそこまでちょっと今はっていう人向けなんですよね、うん、で中に入ると思いっきりそういう実務の先生とか来てくれるし、うん、ヤフーの社長とか普通に来るらしいんで うんでそれこそヤフーの,の COO かなんかかな有名なマッキンゼーの出身の、ね、人が先生やってたりとかうんあとはこの前なんか言ってたのはなんかこうオンラインのエデュケーションオンラインの学校をね、はい、どう作るかみたいなのがこう宿題で出てるとかね実際にこうアプリ作ってみるとか,、まあ、なんか本当にあの今の時代にあった。 まあ授業をしているし、まあおそらくここに、うん、ここの人材というのが、ここから、ここからネクスト10年、20年は主流になっていく。それは本当に別に、そのあのあいや別にそんな IT 系行かないから関係ねえやってことじゃなくて、すべてが IT 系になっていくからね、うん、土台に、土台になりますからね。そうそう,そうそうそう、いわゆるなんか日本で営業みたいな仕事がなくなっていくから。うん だからまああのこういう,う,う SFC の環境情報みたいなところは非常にいいかなというふうに思いますしそれこそ今年受けたい人はまだまだチャンスがありますし今の高2高1中3とかの人たちはこういうところを目指してぜひ行ってほしいと思います日本に行くならね海外にまあそもそも行ってほしいというのは我々の思いとしてあるんですけどまあ日本で行くならここかなというところで1つのご参考としてご連絡しました。 はい、ありがとうございます。ますちょっと質問が来てるんですけれど、えっ、ー、と、一応読みますね。大学受験の話じゃないんですけれど、大学は IT に関係ない総計文系学部を卒業後、総合コンサル2社経験6年目29歳です。将来 VC で活躍したいのですが、今年から VC やテックに強いカーネギーメールや IE のオンラインムービーを経営して転職することは可能でしょうか。えー、または、 えー、または、さらにプラブティックコンサルで2年働いたら、インシアードやスタンフォード MSX 等の1年プログラムに行った方が良いでしょうか。はい。えっ、ー、と、総合コンサルに行って、将来 VC に行きたいです、えー。カーネギーメロンや IE のオンライン MBA を経由し転職できますかあるいは、スタンフォード MSX とか1年生に行った方がいいですかということです。 うん、あのこれすごいよくある非常にいい質問でこれぜひまた今度やりましょう詳しくねはいで VC に行きたいのであれば今コンサルだったらまずそ,のそれこそ MBA はマストですよね、うん、でプラス、まあ、VC やりたいんだったらやっぱりテックなんでそのテック系のことだから今あんま総合系やられてるんであんまりそのテックのことは詳しくないというふうな前提として読むと それこそビジネスアナリティクスみたいなところを一緒に取るといいかもしれないなと思いますね。うん、で,できるんだったらキャンパスに行かれたらいいかなと思います。その方が断然就職はいいし、オンラインよりはそのキャンパスに行って MBA とビジネスアナリティクス、これがまあ今1個になって STEM ももらえるっていうのがあるので、いつも言ってますけど、なぜオンラインなのかっていうね、さっきね、うん、ちょうどその相談した人なんかは、 もう今ちょうど駐在しててシンガポールにはい、はい、でこれから駐在期間が3年あるからその間にオンラインで MBA 取っちゃいたいみたいな人これはいいと思うんですよねだうん、うん、からそれこそなんかその総合、まあ、コンサルで働いてるんだったらもう辞めていっちゃえばっていう話もあるんで、うん、あそこぜひ相談してくださいあのいつでも相談に乗りますのではいまあなんかすごいいい,いいモデルというかうん <laughs> いいなんかねあの本当にベースはベースはいいんですけどそれこそ、うん まあそうでですねで29歳だったらまだいあのスタンフォード MSX とかには早いと思うんで、でブティックコンサルに行ってもあんま,あんまりなんかあの今の経歴にあんまりプラスにはならないんで、そこはまあ僕は否定的ですから。ぜひ無料相談ください。はいはい、あと、まあえー、スタートアップコロンビアさんという。 <laughs> なんか素敵なアカウント名の方から DJ のキャリア戦略続きのお話をお願いします。これねあのぜひやりたいんですけどね我々もはい。ちょっとょか他でやらないといけないのが山のように今トピすごい山のようにやんでしょ恵美子。あそうですね動画撮りたいリストが <laughs> あのめちゃくちゃ。あ,ね、あのぜひまあもうちょっとしたらやりたいと。次次なんだっけ。次は。 あえー、ゴールドマン編かな。だからさ、やっぱりゴールドマン編はさ、ちょっと秘密が多いから、<laughs> ちょっとなんかあの、クローズドでやんないと話せないよね。なるほど。うん、なんかそう,いうそういうアレンジをぜひ、なんかクローズドでみんなでズームでやるとかね。じゃあね、今度の祝日あたりにやりますか。全然、今度の祝日いつ、あ、9月のね。再来週かなちょっとじゃないですか。 そのあたりでじゃあちょっとエグいエグい話を <laughs> みんな引く話をしましょうみ <laughs> んな引く話をどうしよう行くのやめようって思う間違いなく思う話をしましょうあの、まあ、勇気のある方は聞いてくだ <laughs> 晴れ物に触れたい人はぜひ、はい、あ,ありがとうございますご連絡ありがとうございますは えそうですね、ご回答ありがとうございます。ビジネスアナリティクス2年プラストップ MBA。はい、そうですね、この CS、えっとね。ビジネスアナリティクス2年は必要なくて、はい、MBA の2年の中にビジネスアナリティクスが入ってるものが1個、要は MBA の中でビジネスアナリティクスも取れるよみたいなのがある。それは2年で終わるってやつか、もしくは MBA1 年でビジネスアナリティクス1年で2年で仕上げようとする人もいます。ということですね。 なるほど。はい。ということで、ありがとうございます、皆さん。えっ、ー、と、クローズドはですね、あの告知して、皆さんにリンクをお送りする形、送りというか、リンクを公開してね、多分皆さんが見れるようにしたいと思いますので、ぜひお楽しみに <laughs> していてください。ね、私もキャリア戦略、い孫さんとかミキタインさんみたいな話が出てきちゃうから、あ今話題の、今は、ね、話題のソフトバンク。えー 今どうなるのかって、やっぱりソフトバンク思った通りになってきましたよね、株価も。ついに,にオプションについにオプションにまで手を出して、<laughs> みずほ銀行も下がってるから、これは相当やばいと思ってますけど、まあそういう話もありますんで。はい。非常にぜひ皆さん見てください。早くやれっていう声がすごく多いのはあのいただいておりますのでいや。私もやりたいんですけどね、あの、入住さんもいっぱい。<laughs> まあ、やりましょう、まあ。いや、タイミング考えます。 はいありがとうございます。ということで、まあ、素晴らしい質問ありがとうございます。はい、えっと、ありがとうございました。えっと、ということで、相談で、はい、お話しいただければと思います。はい、はい、それでは、えー、今日はですね、あちょっと、まあ、最後一応こちらに戻りまして、まあ、今日は SFC の話だったので、まあ、SFC 受験したいという方はですね、ぜひ今年の出願でもまだ、まあ、アルファでやれば間に合いますので、えー、諦めずに、あと今年出願を考えている方も、 ぜひ出す前にですね、まあ、一度、ちょっとこう、まあ、セカンドレビューとかですね、メールビューを挟んでから出した方が絶対に効率がいいので、まあ、ぜひ一度ご相談いただければあ,あの自分で自分で書いて出したらほとんど落ちますね。<laughs> そうですね。だから皆さんが書いたクオリティの <laughs> おそらくですね、はい、あの100倍ぐらい僕らはクオリティいいの出すんで、んそこまでやるんですか、おえって感じのレベル感なので。はい。 僕ねはっきり言うけど、うん、はっきり言うけど MBA とかあの大学院海外大学院とか、まあ、就活っていうのがあるとするじゃないですかはいはいその10倍大変ですからね SFC ですか SFC はなるほどやりたくない正直っていうか10倍10倍10倍料金取りたいでもね同じですもんね同じですよ <laughs> 同じなんだけど 大変さは教える側からの大変さとかで言うと、MBA、うん、の10倍大変です。確かにね、SFC だってなんか特殊ですもんね、2枚の紙に。あんまやりたくない。とありますね。<laughs> 実際あんまやりたくないから、あんま来なくていい。 <laughs> 来なくていいけど、一応おすすめだから言ってるっていうだけで、あ,の、はい、あんまり来なくていいです。あんまり来なくていいということば。あんまり来なくていいけど、来た人は合格させてるけど、あんまり来なくていい。はい、あのぜひ合格して。大変。っていうか、だから、<ー>本当に多分ね、みんな甘く考えてんの、SFC を。ちょろちょろっと書いてたら、ね、受かるかなと思って、今絶対そんなことない。受かってる人はめっちゃ、ね。SFC っ,、ね、って、ちょっとなんか、慶応の正規より、なんかこう、全然すごい素晴らしい学校なんですけど、 なんかちょっと、ね、甘く見られてる感じあります、ね。オリンピック選手とかいるからねうんあと数学オリンピックとかそういう系もいるしあのなんか普通に YouTuber とかもいるからねそれこそもう <laughs> 奥稼いでる YouTuber 歩いてるみたいない素晴らしいですよね、まあ、変態の集まりやあそこはななるほど <laughs> なんかそういう吹っ飛び方っていうかコンテンツもそうなんですよ絶対にうん自分はこれをやりたいからこの授業なんだっていうのが明確に書ける人なんですよね うん、そういうふうに書いてありますもんね。あのうのアドミッションのところにも。そう,そうそうそうなのよ。だからね、できればやりたくないんで、あんま来なくていいです。あまり来なくていいです。あまり来ないでください。<laughs> あまりはい。まあ、ただねで。でもおすすめ。はい。<laughs> とは言ってもあ絶対やりたい。<laughs> といってもおすすめなので、はい。ぜひしていただければと思います。<laughs> はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい。失礼します。はい。失礼いたします。